ちょっと目かゆいし鼻かゆいし、こんばんは。今日は2日間お話し会ありがとうございました。ありがとうございました。リップクリームなくしたので新しく買ったリップクリーム、私潤い重視なんで、ちょっと試しに買ってみたら、あんまりこれは潤いはないタイプだけど、しっかり保湿タイプだった。お疲れ様です。ありがとうございました。お話し会2日間ありがとうございました。エレタンとこ行ってみたかったのって、嬉しい。次お話し会あれだったらぜひ来てください。2日間ありがとうございました。本当に本当にありがとうね。関東には行くよって、嬉しい、楽しみ。東京久しぶりな気がする、行くこと自体も。やっぱり嬉しいですね、お話し会。みんな時間をね作って会いに来てくれて嬉しいよ。ありがとうございます。くしゃみ出そう。エレタに自己紹介する前に紹介されてびっくりしました。あ、サプライズレーンかな今日は。てか2日連続でサプライズレーンありましたね。いっぱい来てくださって嬉しかった。本当にありがとうございます。そのままみんな私のレーンにも来てくれないかな。ありがとうございました。今日握手会中もさ、ずっとくしゃみが出そうで出なくて、あ、ごめんくしゃみ出そうって言ってファンの人が待ってくれてたのに結局出なかった。サプライズレーン行ったら完売だったって。そう、なんか完売してたみたいです。ありがとうございます。3部連続の時はさすがに疲れてたね。そうですね、さすがにハードスケジュールでございました。今日もサプライズであるとは思っても見ませんでした。ありがとね。次は東京でお待ちしてます。東京で待ってます。東京会場です。13、14かな。お話し会でなんか、やっぱエレの歌いつも聴いてますとか、エレタンの歌声が大好きですとか、公演のパフォーマンスが好きですとか、いつも見てますとか言ってくれるのが本当に嬉しいでございます。嬉しいよ。東京ではミクリンと会う予定はあるの。この間ね、ミクから電話かかってきて、元気って話して、この東京来るのいつみたいな、握手会の時行くよって言ったら、ご飯行きたいねみたいな話はしました。ミクって結構勢いで電話とかしてきてさえ、そんな約束してたっけってなるタイプだから、覚えてるか分かんないけど、スケジュールが合えば行きたいな、みくちゃんとご飯。
今日はツインテールですよ。最後の後半でツインテールしました。すいません、お風呂です。最強ツインテールでございます。イエイ。すいません、お風呂の音です。結構いかつい音がするんだねって。いかつかった？5分前まで知らせてくれるの。最強ツインテールでございます。サプライズレイ行こうと思って行ったら売り切れてた。もっと早く行けばよかったね。え、すごいね、ありがたい。なんかすごい来てくれてた。今日もありがとうございます。いおりちゃんとさあやちゃん、熊本の二人組に囲まれてました、謎に。私だけ熊本は関係ないけど、まあ同じ警報メンバーのくくりなんですかね。どういうあれなんだろう、スプライズレイの組み合わせって。最近ギターしてるの。だってギターありますよ、ここにギターあるよ、ギターありますわよ、ここにフェンダー。どう並んでたの、いおりちゃん、エレ、さやちゃん。サプライズレンってだって難しいよね。そのメンバーのことみんなしてたらいいけど、やっぱ一人のその推しメンがその中で一人とかだとやっぱ難しいよね。みんないっぱいさ話題を考えてきてくれてたんだろうなって思いました。いっぱい話題考えてきてくれてありがとうね。メール来たって、よかった。エレちゃんも送りました。エレちゃんにいっぱい写真送った。チャット、チャットに今日の写真めちゃめちゃ送った。なんか意味わかんない写真送った。休憩合間に撮った、本当にどこに載せようもない意味わかんない写真を送りました。見てね、見てね。最近妹キャラに懐かれているエレナ姉さんだって。後輩ちゃんが慕ってくれるのは嬉しいです。ひなたんとか、ひなたんとかくるたんとか、うさぎのぬいぐるみかわいすぎたって。そうなんです、最後の後半の2部でうさぎになりました。エレウサギになりました。おしゃべり会ありがとうございました。うさ耳見たい。あー今日来なかったから見れなかったね。モバメ、モバメとかチャット、チャットに送りましたよ。公演終了後の礼儀正しい挨拶の話マニアックでしたって。ありがとう。なんか本当にさ、いろんなとこ見てくれてますよね、ファンの方って。
すごいな、嬉しいな。うさぎの時ってマーチン履いてたのって、いやスリッパ履いてた。さすがにマーチンはブーツは重すぎてスリッパ履いてました。お仕事頑張ったんでエレウサギ見せてください。だって見せません、もうないです。エレウサギちゃんはいません。エレウサギちゃんはどこにもいません。もうどっかに行っちゃいました。月に帰りました。月に帰りました。チャットにじわじわ来る写真あったって、チャット見て、みんなエレチャット見て。今家に帰り着きましたって、ありがとうございます。なんかやばい、本当に目がかゆいっていうか、なんか花粉到来みたいな感じしてる。でもさ、そんなに今日外出てないのにね、なんでだろう、黄砂、黄砂外出てないのに、本当に朝と夜しか外出てないのにな。喉もかゆいです、やばい、やめてくれ、マジでやめてくれ。エレちゃんと話したらポジティブになれたから明日から頑張れそうです。よかった。よかったよかった。ちょっと目がなんか、分かった、朝からコンタクトつけてるからっていうこと？ってこと？しょぼしょぼしてるだけかな。人生相談してくる人いた？いや、なんか昨日の配信深かったねって結構いろんな人に言われました。お風呂が沸きました。でももう5分経ったんだ。このお風呂の音はエレちゃん作曲やば。お風呂の音まで作曲してんのやばい。お金もらわなきゃ。どんな話題が多かったの？コンサートとか、やっぱり公演とかギターとか歌の話とかですね。やば、ちょっと鼻がムズムズしてきた。あと時狭間とかラジオとか。みんなちゃんとしてるなーって。いつもオンラインとかだと、でもさ、オンラインの方が結構自由聞くよね。お家からとかいろんなとこから配信できるから。ノープランの方も全然いますよ。ノープランの方もいます。今日あんまり券取れんかったから次はちゃんと取るね。ありがとう、待ってるね。
お待ちしております。お待ちしております。話したい内容とか全部吹き飛んでしまったって。いやそうだよね、でも緊張して吹き飛んじゃうよね。もうそんなあなたも素敵です。ビッグサイトで僕の人生相談に乗ってくださいって。いいですよ、ビッグサイトでお待ちしておりますね。東京ビッグサイトで。たわいもない話してる時が一番楽しい。マジでわかる。エルと話すのは緊張したことないって。ちょっとこれ座りにくい。これちょっとは緊張しろ、ちょっとは緊張しろ。サプライズレーンでクリノちゃんとイオリちゃんと一緒になった時に、なんか親しみやすい先輩上位みたいな言ってくれて、すごい嬉しかった。優しいって言ってたよ、二人が。優しいってエレンのこと。おしゃべり会って結構しゃべるからね、声も使いますね。歌う時並みに結構喉使う気がする。並んでる時に服装可愛くてそっちに方向転換しようとして吹っ飛んだことある。かわいい。いつもノープランでお世話になってます。いえいえ、ありがとうございます。そろそろマスクなしでお話ししたいなって思うね。今日思ったけどまだダメなんですね、マスク外したらね。外したいですね。普通にね良さそうだけどね。まだダメなのか、やっぱり。いやーこれめっちゃ鼻うがいしたい。したことないけど。あでも公園ではマスクあれですよね、自由ですもんね今。逆に知らないとさ、あれだよね、結構もうアナウンスされてんのかな、マスクつけてくださいみたいな。知らないで言ったら、おマスク買ってないってなるよね、マスクないみたいな。知らない人確かにね、公園の花道とかあの距離でマスクなし OK なのになぜって感じある。まあまあおしゃべり会は確実に話しますからね。マスクしてても顔わかるもの。うん、もちろんわかりますよ。あ、置いてるんだ、レーンの入り口にマスク着用で。そうなんですね。そうだね、オンラインだともう本当に自由だからね、お家からとかだからマスクも何もないよね。オンラインってさ本当にいろんな人がいて面白いんですよ、本当に。なんかエレと全く喋らずにずっとなんか一方的に歌ってるところを見せられる時もあるし、
ギター教えてくれる人もいるし、なんかスキー場から来てくださるった方もいたり、みんなそれぞれで面白い。本当にもう毎回画面が切り替わるたびに、今日はどこの中継先からお話し会かなみたいな気持ちになる。めっちゃ面白い。元気出ます。本当にありがとう。次回のオンライン野球場からすることになりそうですね。いや別にそのハードルを上げてるわけじゃないのよ。みんなのこういう方もいるよっていう、面白いよって、オンライン自由だよっていう。普通にいいんですよ全然。面白いねみんな。会いに来てくれた皆さんありがとうございました。だいぶ前髪が落ち着いてきた。出遅れました、寝落ちから目覚めましたって。おはよう。こんな時間に寝てたの、もう夜寝れないんじゃない。楽しかった。2日間お話ししてエレちゃんがやっぱりおもろいって思いました。嬉しい。芸人私嬉しい。サプライズ連もありがとうって、ありがとうございます。サプライズ連ずっと話してるもんね。列途切れないし。よくさ考えることを思いつくなと思う。3人だって難しいじゃん。逆に自分が3人同時に自分見られたら、あ緊張するってなりそう。こんばんは、こんばんは。善悪みたいに流れるの3人同時なの？3人同時です。もうみんな3人ドンって感じ。テーブルにこう3人並んでる。3人とも忍者ってよかったって。逆にさなんかえなんかこれ気まずくないみたいな時もあるよね。あれ誰々押してたよねみたいな、あれみたいな、あそっちみたいな。サプライズレーンはいろんな意味でサプライズです。腕2本しかないのに3人同時。あ今はね握手しないんですよ。お話し会おしゃべり会なので、おしゃべりです。でも前やってたよねこうやって。だから4人ぐらいでさこうやって握ってた。懐かしい。倒しの人はサプライズレーン行くの。倒しだと他の人の話題がないから難しいねって言ってる方もいました。そうだよね。昨日世界不思議発見で最終回で終わりました。急に何の話。面白い。終わっちゃったんだ。今日俺の友達がエレの恋愛って楽しかったって。えよかった、嬉しい、よかった。次もサプライズ恋あるんですか。わかんないです。本当にわかんない。わかりません。私の恋は楽しいぞ。
本当に元気が出るのでおすすめです。エレクルレーンとかやりたいんだよね。エレクルレーン、クルタンとかとやってみたい。仲良し二人組レーン、サプライズレーンのメンバーって誰が決めてるとかね、わかんない。エレたちも知りたい。誰が決めてんのかわかんないです。ねえ、ペアクしかしたいよね。前さエレミルンでやってたよね。懐かしい。エレクルレーンやりたい。一緒にクルタンとユニットやりたいな。ココテンのユニットでもだってあれしかやってないもんね。雪の歌でしか一緒にやったことない気がする。エレミルに片手ずつ握られて幸せだった思い出、懐かしい。懐かしいね。なんか写メ会で3期のやつとかあったよね。3期一緒にイエーイみたいな。タンタンタンレン、懐かしいですね。サプライズレーンのもう一人に認知あるとエレちゃんには叱られるんですか、どういうことだ。あー、他の子言ってるみたいなってことかな。うーん、エレが知らんかったらえってちょっと怒るかもね。知らなかったらね、あー黙ってそっちも言ってたんだみたいなね、ふうにはなるけどね。黙ってこっそりこう行かれるのが一番嫌だな私は。堂々としててほしいな。僕はイレナッチのとこしか行ってません。かわいい。エレに他にも教えるのバレてるかな。うん、すいません、ちょっとあのデザートを食べさせていただきます。いただきます。差し入れをもらってきました。推し増えてもいいかな。え、全然いいけど一番はエレちゃんでいてねっていうスタンスです。私はスイートポテト団子、なんか団子の差し入れがいっぱいありました。
いやなんか別に一番っていうより、あやばいめっちゃ落ちるやんこれ、ちょっと一番っていうより特別がいいですね。うんふん、ちょっとめっちゃ落ちる意外と。え、今日は LA の他に25人行ってきたのですが待って、想像以上に多い、5人とかじゃなくて25人。え、すごいね。オンリーワンが嬉しいですね。25人ってほぼ全員じゃない？逆にめっちゃ面白い全員やんほぼ。甘っ、そこまでいったら行かないレンが気になる確かに。お、土曜日はノープランで行ったけど、エレちゃんは非常に優しかったよ、皆さんもぜひってめっちゃレビューコメントしてくれてる人いる、ありがとうございます。TD じゃないよ、3、4人だよ。なんか今日聞いたことあるセリフだな。ちょっとティッシュ取ってきます。ティッシュ、エレちゃんは割と何しても楽しんでくれるよ、初めての人もぜひ行ってみて完璧レビューコメント面白いやばい、手がベタベタしてる。はまるんですけど、このスプーン、あ、取れた。初めてでも大丈夫、もちろん当たり前じゃないですか、大歓迎ですよ、来てほしい普通に。あ、大体考えてた方がいいの？いや無理に考えなくても別に
大丈夫です。ちょっと無言だとびっくりしちゃうけど、だって絶対会ったらそんなことないじゃないですか。何か会話はするし、伝えたいことがもしあるとかならそれを言ってくださると嬉しいけど、無理にこうめちゃめちゃひねり出すとかしなくてもいいよっていう。まあでも一つぐらいあった方がいいかもね。枚数とか秒数にもよるけど。甘いこれ、めっちゃ美味しい。あるメンバーから一言目を褒めろとたしなみられておもろ。そう、きっかけとか嬉しいかも。何きっかけで来てみましたとか、めっちゃ嬉しい。そういうの、公演見て気になってきましたとか、なんかこれがきっかけで会いに来ましたっていうのが結構嬉しい。なんで来てくれたんだろうってすごい気になるから、そのきっかけがやっぱ嬉しいですね。やばい、これパン見つけたら美味しそう。わあ、残しとけばよかった。もうないな、もうないな。昨日飛行機乗り遅れた話したら理由を聞いてくると思わんかった。え、普通に理由気になるくない？飛行機乗り遅れたって言ったら、え、なんでってなる。もちろんあなたがチキだから可愛い。LINE でおしゃべり会の存在してすぐ CD 買いました。嬉しい。あんま、好きって気持ち伝えすぎぐらい伝えてしまったけど、やっぱ好きだって。好きって気持ちは何回言ってもええんやで。だってさ、ありがとうとか好きとかさ、そういう言葉って何回言われても嬉しくない？減らないし、嬉しい感情がただ増えていく。いいこと尽くし。何回言われても嬉しいよね、ありがとうとか好きだよとか嬉しい楽しいとか。ありきたりですが、 HKT 青春体育部のテニス界見ていきました。ありきたりじゃないやんっていうツッコミ待ちかな、これは。全然ありきたりじゃない、マニアック。ごちそうさまんさたばさ。ちょっと喉渇いた。靴下穴開いてるわ。靴下穴開いてる。今日も安定におしゃれさんでした。
朝のストーリーの最後がじわじわ来てる。あれなんかめっちゃ DM で反応来て、え、最後ってわざとですかみたいなめっちゃ来たんだけど、わざとです。最後って意味です。最高じゃなくて最後って意味です。よろしく。今日は楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。え、エレちゃん専用オリジナル T シャツを作ります。 T シャツの色何がいいですか。え、私のオリジナル T シャツ白か水色かな。さすがに2回も打ってたから確信犯だと思いました。はい、確信犯です。え、ちょっとここにギター持ってくるの間違えたかな。弾けるかな。エレタン東京2日間お疲れ様です。福岡です。福岡よ、今日は福岡ですよ。めっちゃ今落ちてるし。なんか鼻かゆいの落ち着いてきた。何時だ？10時か。早いね。なんか AKB の歌でさ、簡単なコードのやつないかな。カポがないからあれなんだよね。本当はさ、カラオケしたいんですけど、ショールームで、あの有線イヤホンがなくてちょっとねできないんだよね。あ、難しい。365難しいな。人生は2日間ありがとうございましたの気持ちを込めて歌おうかなと思って、なんかギターで弾けそうなやつ調べてます。あ、むずいな。なんか一個むずいコードあるな。人生は何じゃこのコード。むず。願い乗せて飛んでゆくよ、風の中を力の限り、ただ進むだけ。カラオケしたいんだけどね。イヤホンがないんだよね。エアポッツじゃできないのかな。さすがに無理か。今手元にギターがあります。夢のデッドボディしか弾けん。
けさ、これアカペラで無理か、さすがにアカペラ無理だよね。エレナッチョギター弾いてるやん。あ、ギター弾いてて今日言うの忘れてた。どういうこと。ギター上達速度エグすぎて江口ココハ。面白い。えぐっちゃうやないかい。ギター寝る前に弾いたらね、上達するんです。結構手が覚えて、手と脳が。もうこの簡単コードはテイラー・スウィフトの We are never 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 しかないな。タラ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 タタ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 。ギター漫談だって。ウケる。ダダダダ。ここまでやってこれたこと何かが間違いじゃないの。なんとか弾ける。なんて贅沢な配信なのでしょうか。もっとねスラスラ弾けるようになりたいんだけどね。パチパチパチ。ありがとうございます。嬉しいわ。足の疲れが癒されます。音楽で足癒された。よかったです。上手になる速度早いよね。だって練習してるもん。練習してますから。ギターちゃんと
マスターしたい曲とかあるん？普通に好きな曲歌えるようになりたい。なんかドライフラワーとかさ、そういうの。コードを見てちゃんとスラスラ弾けるようになりたいな。私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし。完全独学なの？デッドボディは先生に教えてもらいました。コン詰めて3週間ぐらいで覚えました。すごくない？1ヶ月もなかったんだよ、歌って弾けるようになるまで。ゆいちゃんの曲とか弾き語りしてほしいって。あーしたいね。チェリーとか歌いたい。サウシードッグさんは歌えたりしますか？あ、カラオケでは歌う。シンデレラボーイとか歌います。あなたがあなたじゃわか頭じゃわかってるけど、ところが追いつかない、体はシンプルなのね。ドゥルルルルドゥルルルル。ギターの先生って3期バンドの時にソロ弾いてた先生。そう、あの先生に私は教えてもらいました。夢のデッドボディ、とてもお優しい先輩です。先輩じゃない、先生です。先輩です。だってアコギは持ってる。アコギも持ってますよ。そう、3週間で頑張った。生誕祭の時本当にね、8月中旬まあ下旬ぐらいから練習し始めたから、で生誕祭が誕生日だったんで、もうほぼ1ヶ月ない、3週間ぐらいで追い込まれました。結構でも先生が本当に優しくて、もうめっちゃ褒めてくれるんですよ。めっちゃセンスあるみたいな、すごい褒めてくださって、なんか楽しく練習できました。生誕祭から12月くらいまで結構空いた時は不安にならんかった？不安でした、不安でした。自分も全然